はようございます、釣り子 TV です。これなんかね、でっかい段ボールが送られてきたんですけども、これなんだろう、はちみつって書いてあるんですけど、はちみつこんなでっかい段ボール分にね入っていてもどうなんだろうね。送り主はバリティックビジョンってね、ディーパーの日本の代理店さんね、いつもお世話になってるんですけども、そこのアンドリュスから、北欧の巨人からですね、なんか送ったよってメールあったなと思って早速届いたんで、ちょっと開けていきたいと思います。お、あ、ディーパー、おー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 、あー、そっか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 、おー、これ、あ、すげえぞ、なんかいろいろ、え、お、あ、なんかいろいろ入っていたっていうか、これ、そこ抜けてる、おー、はい、というわけでこんなものが入っておりました。どういう感じなのかね、早速見ていきたいと思いますけども、これはね、ディーパーチャープっていう、その携帯型魚群探知機ディーパーの中でも最新機種で、ギフトセットっていうことなんで、結構季節季節にマルチツール付きだったり、あとは防水ドライバッグ付きだったりってね、いろんなキャンペーンやってるんですけども、これからのクリスマス時期の冬の時期に、これディーパーチャープにね、ギフトセットっていうのは初めてなので、早速どんな内容か見ていきたいと思いますよ。ちょっとね、ディーパーどうしようかな、買ってみようかななんて思ってる人絶対お得なはずなので、はい、こんな感じ。まずね、このディーパー本体が入っていて、でここら辺がスペシャルなね、サービスの品なのかなということで、まあちょっと出していってみますかね。はい、これはね、ディーパーチャープっていうことで、まあ中身はね、こういう感じの、自分実際にこれ使ってるやつですけども、携帯魚群探知機のディーパーですね、それの最新バージョンね、この緑色のボディが特徴的なんですけども、まあまあ改めましてなんですけど、このディーパーチャーププラス、特徴はですね、ビルトイン GPS が内蔵されているので、岸釣り、カヤック釣り、アイスフィッシングからでも水深をマッピングすることができます。作成された固定図は自動で保存され、クラウドに転送されます。転送されたデータは無料のディーパーレイクブックにアクセスすることで一括して見ることができます。非常に強力なスキャン能力がありまして、スキャン能力は水深 100m まで、精度と詳細度も従来モデルより高くなっております。ディーパー本体が Wi-Fi 信号を送信して 100m 先までのスマートフォンと安定的に接続します。さまざまな、釣りのスタイルに対応ということで、ディーパーアプリのモード切り替えによりさまざまな釣りスタイルに対応可能。ボート、カヤック釣り、岸釣り、アイスフィッシング、シンプルな魚探標示のみでも使用可能。一つのソナーで一年中どこでも魚を探すことができます。どこへでも持っていきますってことで、ワイヤレス小型、軽量設計なのでポケットにもタックルボックスにも楽々入りますというところと、あっという間の充電、これがね、ディーパーチャープのすごいパワーアップしたところなんですけども、充電時間45分でおよそ 80%、75分で満充電なので、休憩時間などでも充電してすぐに使えますということで、オンリーワンのクオリティ、丈夫なチタン入り ABS 樹脂とシリコン製パッキンを使用しており、防水性能はテスト済みです。耐候性能もマイナス20度まで対応しております。というわけで、ディーパーチャーププラス、このディーパーチャーププラスの本体と、無料アプリを入れた携帯電話、スマートフォンを持っていけば、現場でね、釣りのすぐに魚群探知機として使うことができるって、まあこれを糸に結んでバヒョンと投げるような、100メートル離れていても Wi-Fi でつながるよっていうね、こういったね、便利な魚群探知機なんですけども、おかっぱりとかね、あとはね、ボート釣りで使ったりしてね、固定マップを作ったりしたりとか、まあいろいろね、使うことができるので、まあ改め持ってね、便利なんで、またね、自分が実況のね、動画の時とかで使えそうなところがあったらね、どんどんこれで固定の、まあ、駆け上がりの位置とか調べてね、あとね、水温を測ったりとか、
まあ、そんな感じで、まあ、これの使い方はね、ちょいちょいね紹介していこうと思いますが、まあ、この、ディーパーチャーププラスが入っていて、で、そのね今回サービスでついてくるものがいろいろあるよっていうことで、まずこっち開けてみますかね。これおう、あーはい、オプションでね買わなければいけなかったナイトカバーが最初からついてくるんですね、これ。あーでね、前自分の持ってるやつはオレンジ色なんだけども、なんだろう、このチャートカラーのねすごい綺麗な感じのねこういう色のナイトカバーが新しく出て、しかもまあオプションでこれがついてくるよってことなんですけども、これ何に使うかっていうと、これねまずディーパー充電の時とかここ上パコンって開けるんですけども、このねナイトカバーに付け替えると、あー なんかねこんな感じのねこういう感じになりまして、でそうするとねこれね使ってる時この中のねここの LED が光るんですよね、ピコンピコン。でこれによってこれ透明のカバーなのでどこにあるか分かる、まあ夜釣りで使う時とかにディーパーの位置が目でね見て確認しやすいよって、あそこら辺にいるからあそこら辺の水深は何メートルであそこら辺の水温は何度なんだなんていうのが夜釣りでね遠くにやって、遠目にあるところでもその光フラッシュによって分かりやすいっていうことで、まあそれとねちょっとねこんな感じのね色合いのディーパー使いたいななんて使い、まあもちろん昼間でもね全然使うことができますので、通常の状態のチャーププラスはこういう感じの緑色のね、やつなんですけどもね、こんな感じなんですけども、ナイトカバーこれがね最初からついてくるというところと、あとねこれか、あーこれねずっとね欲しい欲しい言ってたんだよな、これね開けてみるとダダーン、あー来た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 、あはい、ネックゲイターってことでね、あのよくねみんな今つけてますけどね、あの首周りを夏場とか日焼けから守ってくれたり、 あとはですね冬場もちょっとしたね風を防ぐ防寒になったりっていうことで、でちょっとねいい感じのここら辺がねこう息しやすいようになっていたり、形もね通常よくあるやつとね少しね違うな、北欧デザインっていう感じでいいのかなって思います。これもねなんかね説明があったんで、見ていきますと、ネックゲイター、軽量で通気性を確保した、生地マイクロポリエステル 90% ポリウレタン 10% ソフトな肌触りとストレッチして快適な着け心地ということで、人間工学に基づいたスタイリッシュなデザイン、社内のデザイナーによる設計でディーパーのロゴの入った迷彩柄です。カットによるベンドで、動きやすく通気性も抜群、一方で首を寒気や日差しからしっかり守ります。サイズはワンサイズ、ポリウレタンの柔らかい肌触りで通気性を維持しつつあなたの首を包み込みますということで、あーこれね何個かねあの持って使ってるんですけども、ディーパーのねネックゲイターね、これねせっかく手に入ったんでこれねあの使ってみようかなと思います。なんか無骨なね迷彩柄なんですけども、ディーパーのね黒オレンジみたいなデザインだとね良かったなと。まあまあまあ迷彩もね嫌いじゃないんで、ちょっとねあのこれ、チャンスがあれば使ってみたいと思います。そしてそしてこんなねディーパーってねロゴの入った長っぽいね箱、これね開けていきたいと思います。おーなんかねデザインはかっこいいですね。何が入っているのか、あはい、これはディーパーって入ってますけども、魔法瓶ですね。あーはあーはい、魔法瓶、あこれね黒でデザインはすごいかっこいいですね。おーこれからちょっと寒い季節にね突入しますからこんなの嬉しいです。これのね説明書きは、書いてあったな、断熱ボトル
ステンレス製断熱ウォールで熱いものを入れても冷たいものを入れても快適な温度に保ちます。スクリューキャップで液漏れ防止、キャップはカップとしても使えます。滑り止め加工であなたの手から滑り落ちることはありません。手が濡れていても泥がついていてもコーティングが滑り止めになります。シンクダブルウォール断熱によりボトル内の温度を快適に保ちます。コンパクトサイズ 500ml、 タックルボックスに収納できちょうど良いサイズのボトルです。釣りだけでなくキャンプ、ハイキング、サイクリングなどにも活躍のボトルです。ということで、まあ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 、あれですね、魔法瓶ですね。これね、ちょっと嬉しいな。ディーパーのでね、なんか説明にも書いてあって、このね独特な肌触りっていうか、あ、確かにつるんとしてないんで、カチッとね持てるなーなんていう。まあこれはね、中にね熱湯を入れておいて、寒い冬の季節に例えば現場でカップラーメン食べようとか、まあね、まあ夏はね、冷たい飲み物入れてってね、一年中使うものですから、これもねまたねディーパーデザインのもの、これねチャンス買ったらどんどん使っていきたいなって思います。というわけで、まあ基本はねこの本体をね買う、これ1個の料金の中で、8000円分のギフトセットって書いてありますけど、まあこの別に買わなきゃいけない夜釣りカバーと、これはねどうなんだ、市販されるのかな、ディーパーのねネックゲーターねとこの魔法瓶ね、これがついてきて、お値段はこの1個のね価格、ディーパー買うのと変わんない価格ですよっていうことで、結構盛りだくさんですね。ちょっとね、まあ年々ね、なんかそのサービスというか、この季節限定の、今だと例えばクリスマス時期とかの贈り物とかにね、どうですかっていう時期かと思うんですけども、そういった時に向けてこういうスペシャルパッケージね、出ておりますので、ぜひね、まあ、Amazon とかでね注文するか、あとはね、各ね釣り具屋さんとかで、ディーパーって入んないのスペシャルギフトセット欲しいんだけどって、言っていただければ、各問屋さんからね釣り具屋さんの方にもねすぐ仕入れられると思いますので、気になってる人はこの機会でねぜひねチェックしてみてください。ということで、まあ、ここはこんな感じなんですけど、問題はこれですよね。これなんだろうなと思って開けてみると、蜂蜜ね、これね、バルティックビジョンってね、この日本でディーパーね取り扱って正規代理店のところで取り扱ってる商品なんだけど、田中さん蜂蜜も送るからぜひ紹介してくれよなんてねメールにね書いてあったんだけど、うちね釣りのチャンネルだからね、蜂蜜紹介してくれって言ってもなかなかね、まあそっか、釣った魚の料理とかで蜂蜜使うことがあれば紹介しやすいのかなって、おいっていうね、蜂蜜、まあでもねほんとね最近ずっと喉がやられてたんでありがたいな、こういうね蜂蜜ね、ほんとねちょっとね扁桃腺とかね、あとまあ喉がねイガイガしだした時とかに結構やっぱこういうものね、すごい効くんで、蜂蜜喉飴舐め続けてたりするんで、まあこれねちょっと、あ、で賞味期限が2021年の10月までで、あ、ずっと保存も効くんですね。まあこんな感じのね蜂蜜が入っていて送られてきて、でこれねすごいね、バルティックビジョンってその要はディーパーってリトアニアの会社なんですけども、このディーパー以外にもね、生活に役立つ、あとはリトアニアの北欧デザインのね人気のあるものとか日本に輸入して紹介していくよっていう会社なんですね。でフィッシングショーの時なんかも聞いたんですけども、まあ、もちろんディーパーはディーパーでねちょいちょい売れてるよっていうことなんですけども、すごい人気なのがこの蜂蜜なんですって。これリトアニアから仕入れるとそんな安いもんじゃないんですけども、あっという間に売り切れちゃうっていうことで、すごいねいいものだよって、まあ、ぜひね食べてみてねってことで、ね、説明書きがねいろいろ書いてあるんで、ちょっとねこの蜂蜜についてねご紹介していきたいと思います。無理やりだな。リトアニアの森から愛情たっぷりの生蜂蜜が届きました。
森と湖が広がる緑豊かな北ヨーロッパの国リトアニア。養蜂が盛んなこの地でも特にこだわりの蜂蜜を生産するのがエコ養蜂家のアルビダスさんご一家です。その特徴は何といってもミツバチへの愛情。農薬や公害の影響なくミツバチが健康に幸せに暮らせる環境を第一に考え、人里離れた、野原や森、自然保護区を回り、時に背中に巣箱を担いで森には経理丁寧に設置しています。そして手間を惜しまずにミツバチを育てています。ミツバチといると毎日、清らかな気分でいられるようアルビダスさんは語ります。愛情と自然の恵みがたっぷり詰まった優しい甘みの蜂蜜、上質な本物のお味をぜひお楽しみください。贈り物にもおすすめです。蜂蜜の酵素を生かすべく加工せず低温充填で、お届けしております。ということでギフトにハーブティーに蜂蜜レモンにヨーグルトにトーストに手作りドレッシングにっていうことで、これが結構いるね。もうこすっとね、重いね、ほんとね、なんかいい感じの可愛らしい、まあ、瓶に入っていて、で美味しい蜂蜜だよってね。実はねフィッシングショーの時ね、あの小瓶の方をもらってね、あの試してみたんですけど、非常にね良くて、でまあ日持ちもするし、あのね健康にもいいってことでね、これ気になる人ね、贈り物にいかがでしょうかっていうことで、はい、というわけでね、これはお歳暮かな、まあ、お歳暮でいただいたんですけど、まあ、こんなものあるよなんていうことでね、あのぜひね、あのせっかくもらったんで、動画で紹介しようかなというところで、生ハチミツ Amazon でね、売ってるかと思いますので、説明欄にね、あのどういうものなのかね、リンク先一応貼っておきますので、気になる方はぜひねご覧いただければと思います。というわけで、あのね、実はねこれ空箱なんですよね。そう、何個も何個もね、そのディーパーね、もらっているっていうことではなくて、これ自分はね、ディーパーね、これ使ってるやつがあるので、まあ、こういうギフトセットがあるよってぜひね動画で、紹介してね、インスタグラムとか載っけてね、なんていうことで、でまあ実際にネックゲイターとかね、シンクボトルちょっと使ってみてよということで送ってくれたんですけども、何やらね、ディーパーね太っ腹な会社なんで、この冬ね、これからのシーズンも、なんかね、多分プレゼント企画とかね、どんどんね打ち出していこうっていうね、そういう計画みたいなので、何かね耳寄りなね、例えばSNS でいいねとかシェアするだけで、1名様に当たるとかね、そういったキャンペーン何か考えてるよみたいな感じで言ってたので、ぜひね、インスタグラムとかね、あとまあ動画でもね、もし何かあったら告知していきたいと思いますので、チェックしてみてください。まあ買うのはちょっとおっかなびっくりだけど、まあプレゼントでもらえるんだったらちょっといいね、ポチッとなしてみようかなって、そんなね気軽な感じでね、楽しめるキャンペーンみたいなのね始まるかと思いますので、で結構ねこれね使ったら本当ね案外本格的なんで、自分なんかはね最近レンタルボートのバス釣りなんかでもね、ほとんどね以前使っていたまあ魚群探知機セットね、持っていかなくなっちゃいました。困った時はまあディーパーちょっと水につけてね、どうしてもね魚触れない時とかね、あと冬の今年はディープのね亀山のレンタルボートの釣りなんかもディーパーだけ持っていったらね、結構ねもうそれで形になっちゃったなんてのがありますんで、これで、チャーププラスになって、さらにね以前使っていたモデルよりねいろんなところがね若干パワーアップしてるってことなんで、今年の冬もねいよいよ魚群探知機、活躍するシーズンになってきましたので、ちょっと、ね、使ってみようかななんていう風に考えております。というわけでもうね机の上はね山盛りになってきちゃいましたけども、本日のね釣りこう TV は、ディーパーのね2019のこの冬のキャンペーンモデルですね、ネックゲイター、ナイトカバー、真空ボトルがついているスーパーセットね、およそ8000円分お得ですよっていうセットのご紹介と、こちらね、ディーパーを日本にねリトアニアから輸入している正規代理店のバリティックビジョンで取り扱っている主力製品みたいですよ、北欧リトアニアからの優しい贈り物、生蜂蜜ね、これのご紹介動画でした。はい、釣りこう TV でした。